ターになっております。ジャイです。はい、まずですね、本日は真夏日予報でございます。いや、もう本当に本当に本当にデブトロー県に厳しい、そんな季節になってまいりました。もう避けられませんね、こればっかりはね。いや、もう年々暑い。とにかくお前がどんどん太ってるからだろうっていう、そういった苦情は受け付けませんけど、まあ、本日真夏日ということで、できればね、お金があるキャンプ場にね向かおうと思っておりまして、青森県七戸町にあります七戸森林公園キャンプ場に今向かっております。七戸のキャンプ場に行くのはね、だいぶ久しぶりですね。コロンさんね、ちょっとコロンさんお眠の時間ですが、まあ、なるべくね、とにかく簡単に設営をしてキャンプをしたいので、ということで本日も車中泊キャンプです。よし、これで OK。 OK。 どうする？ぬるかかるから、今回ね、これを導入してみました。いや、あのクーラーとかと違うんでね、ただの冷風機です。氷水を入れてね、ちょっとでも冷やしたいと、まあ、今日はねそんな攻撃来たら暑くはないですけど、個人的にね私は暑いので、コロさんはちょうどいい感じですね。今ね全然暑がってないので、今日は私がこれを使わせてもらおうと思ってます。今度はねちょっとテントに入れてやってみたいなとは思ってるんですけど、いつの季節も暑がりなんでね、ちょっとこれ今日試してみたいなと思って持ってきました。なんかね、本当はここに専用の保冷剤みたいなの、保冷剤っていうか水入れてね使うやつあるんですけど、ちょっとめんどくさかったんで、あ、なんかすごいよ。ちょっと今草刈りが入ってるということで、あのちょっとうるさくはなりますけど、ここにね入れてやってみようと思う。とにかくね、顔が熱い。顔がでかいからかな。うん。ここが。ああ。冷風。
わかんない、まだちょっと食べ染み込んでないから、本体のなんかフィルターみたいなのに、あ、でもなんか冷たい気するわ、なんとなく。うん、油水麺よりね、やっぱこれ美味しいから、これ食べたいなと思って入れようと思ってね、ちゃんと IH 対応のこういったね DCM の鍋とかも持ってきたんですよ。ザルもついてるんですよ。ザルもついてね、千何百円だったかな、安いんですよ。でね、今日もね、その IH の栓も忘れてきたし、なんとね、私のね、本当宝物のね、炊飯器を忘れてきたんです。やっちまいました、本当。なんでね、炊飯もこの鍋でいこうかなと、ちょっとね、思っておりますけど、どうでしょう、わからない。多分いけると思うけど。今激しくですね、草刈りが入っております。でもお仕事でやっていただいているので大変ありがたいです。こうやってね、草刈りをやっていただくことによって虫もね少なくなりますし、ちょっとしばらくね、夏の音ということで、これもねご理解いただければなと思います。ありがたいですよ。食べてね。あ、お腹すいたんですよ、本当に。本当にお腹すいちゃったんですよ。ポリーソン。よいしょ。きちんと、まあ特に人間のね、口に入ったからどうってことはないんだけど。に殺される、ここに入れる。殺される。あ、もう乗った。よし、見えないと思うけど、この下でね、バケツ。うめ、うめ。うめ、本当うまいわ。
いっか、いいんじゃない。うん、まあこんなもんかな。開けてるから涼しい気はする。これすごい、これすごい、ここは見ろ。あ、これいいわ。中見えづらいし。こりゃいいわ。今度向こう側もね。ちょっと今、向こうのスライドドア壊れてんですよ。直すまではちょっと。あ、いいね、いいね。これでも、車中泊キャンプの、もう、達人じゃね。Thank you.
ー。